それではオープンクラス決勝 A メイン10分スタートします。トップで勝ち抜いたのは北田さん、続いて今井さん、桑田さん、おお一瞬今井さんが出たから走った。うわぁ、トップ北田さん、2番手金ちゃん、3番手今井さん、ベストラップは金ちゃんが10秒今井さんと桑田君が10秒93。ここでトップは桑田君、3番手が清蔵さん、まだ1位から6位まで6秒以内、あ、10秒以内、10秒だったかって。さあ1番、2番、3番、ああこれ2位が4位まで落ちた。さあ1番桑田君、2番清蔵さん、3番今井さん、4番北田さん、トップが清蔵さんです。残り7分。さあトップ今井さん、2番手桑田君、3番手力さん、4番手清蔵さん、5番手仁ちゃん、今井さんのベストラップは10秒7までいってます。また2位入れた。3位から5位までが近い。さあ残り5分40秒。
おっと、ここで今井さんがじいちゃんをラップ。まあ、残り5分を切りました。近いんですよ。残り4分17秒、トップ今井さん、2番手桑田君、その差 1.5 秒、2番3番の差が6秒6。残り4本切りました。3分を切りました。トップは今井さん、2番手桑田君、その差 1.6 秒、あまり変わりません。残り2分15秒、トップ2台が抜けた感じです。2番3番の差が8秒9。残り1分45秒。これもやばいんじゃないの。これ俺様みたいに。残り1分15秒。だいぶ慣れてきたか。緊急。あら、1番2番の差が 4.8 秒、2番3番の差が 9.5 秒、3番4番の差が 3.2 秒。しかしもうあと残り20秒だ。そんな重要な位置走ってないんだよ。
色も違うよ。わあ。やっぱ怖いわ。マジャンゴール、マルちゃんゴール、ニンちゃんゴール、アダチゴール、ペドさんゴール。はい、神社ゴールでーす。優勝は岩井さん。52周10分3秒。いやーもう89。ごめんね、どうした？あれはもうどうしようもないや。続いてコンパクトクラス。じっちゃんもなんかね、俺の上乗っかってきたんですよ。乗っかってきたら、岩井さんなんて、岩井さんなんて、倉田君の友達さんだけ。あんなことやって、下手したらもう2台の車に沈みました。コンパクトクラスも放送しました。